はい、皆さんこんにちは。みなです。なかです。エイキブログです。今日は三重県に向かってます。久々の三重県旅行ですね。そうだよ。私たちは伊勢さんとかに行くのが大好きでしょ。そう、三重県の伊勢神宮、レナの大好きな、なぜかわかりますか？食べ歩きの聖地ですからはい、でも今日は伊勢じゃなくて伊賀に行きます。伊賀、忍者だね。そう、忍者で有名なところだけど食べ歩きだね食べ歩きもできるできるかどうかは今日チェックしたいから。レナさんが食べ歩きできないところに行くわけないからねだよね。食べて、飲んで、遊んで、泊まりです。久々じゃない？お泊まりでさ、ね、動画撮るの。そう、だから今日は伊賀を満喫したいと思います。行きましょう。はい、着いた。伊賀上野、こんな門があるんだね。門があって上にめっちゃ遠いけど、あっち伊賀上野城あります。ここ伊賀上野城やってきました。着きました。こちら綺麗だね、白くて、うん、白くて中入れるから、そこから入りましょうか。うん、入りましょう。でまずここレナ、井戸がある。うわ、深っ。超深いでしょ。こうストンとしたらおいポチャンと生きて帰ってこれない。動画終わりで侍の甲冑とかあるよ。すっごいね。ここから伊賀の景色が見えるよ。伊賀の町と、あとは畑。のどかだね。そう、レナ階段急だから気をつけてね。ありがとう。後ろから押されたら危ないから気をつけてね。押すなもうめちゃめちゃ急なんだけど、何これ。なんでかわかる？これが敵が登りにくいために急に作ったよ。あ、聞いたことある。上からトーンとしたらトーン。じゃあ一回やってみようか。の上からトーンとしたらトロロロロってなるかなるかどうかは一回やってみようか。しないよ。忍者のミュージアム多分あっちにあると思うよ。じゃあ忍者屋敷に入りましょう。いいか、忍者屋敷狭っ。いや、それからくりらしいよ。ちょっとここから出れるよ。で隠れ、刺して殺して、また隠れ、ね、考えてることが怖いね、あの人ですよね。俺を刺して殺してって言ってた今レナ、この裏でね、忍者劇やってる。そう、ショーをやってるから。今なんか聞いたらなんか誰か殺されたと思うよでもね、これ時間が決まってるから。あ、そうそうそう、次はね1時半だった。ああ、もし見たい方はぜひ時間合わせてくるといいかもね。レナ、奥に手裏剣あるよ。やってみりゃいいんじゃない？左、はい、はい、親指を上げます。いいですか？大丈夫です。で、これで思いっきり投げればいいとやりますよ。私は運動神経がないどんな感じかどうだ知らない、あっち、はい、はい、下に刺さりました、はい、あ、惜しい。ほぼ当たったよ。当たった？はは、え、は、当たりましたよ。当たった。奇跡的に当たった。奇跡じゃないよ、絶対当たりましたよ。社長、雨降ってきました。そう、残念、あいにくの雨です。でも大丈夫、今からはランチします。田楽屋さん見つけました。これすっごいめちゃめちゃ雰囲気のいい田楽屋。行きましょうか。はい、雨女社長。ノー、それ高の雨男のせいだよ。ノー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 、雨女だよ。レナが、俺晴れ男だもん。ノー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 、抜群の晴れ男だ。ノー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 、なあ雨女、入りましょう。このお店雰囲気めちゃめちゃいいよね。上も吹き抜けになってるし、そうそうそう、どっかに忍者隠れてるかもしれない。そっか上から狙われてるかもしれない。気をつけた方がいい。気をつけた方がいい。伊賀だからね、気をつけた方がいいよ、みんな。そうだね。飲み物注文したけど、これジンジャーエールじゃなくて忍者エールです。本当に親父ギャグが好きだからね。もう大好き。もう親父が親父ギャグ言い始めてるからね。あ、美味しいよ。ちょっと辛口、あのめちゃめちゃ辛口じゃなくて、めちゃめちゃ甘口じゃなくて、その間。さすが忍者エールということで、これおすすめのコースを注文して3800円でいろいろついてくる。で、これが最初に出たけど、めっちゃおしゃれじゃない？もうフレンチ料理屋で出てくるような感じでしょ、ね、こんな感じです。うわ、エビも入って、野菜も入って、美味しい。続いて、そうよ、来た。湯葉が来た。湯葉の刺身？私、湯葉大好きだよ。湯葉葉だもんね。湯葉、それはダジャレ？違う。こんな感じで。めちゃくちゃ美味しそう。うん。美味しさわかる？湯葉の。やっぱ湯葉が美味しい。ナス田楽来ました。高野大好きなナス。めっちゃうまそう。社長は子供なのでナスが食べれません。これは高が食べる。私は3800円のコース。来たよ、次。これは揚げ出し豆腐。揚げ出し豆腐の中、まずはこのおしゃれな揚げ出し豆腐。揚げ出しも超美味しそう。とか熱そうだから気をつけてね。そう、あの手が熱いよ。
恐ろ恐ろ言ったね。やっぱりお豆腐が美味しいと美味しいね。豆腐マジうまいからね。豆腐のうまさが分かる年になってきましたね、社長さん。いつも豆腐のうまさ分かってたよ。あ、そうだった。ここは田楽も来ました。和歌屋さんの田楽。ふわふわ。ふわふわやね。俺もさっき食べた。名古屋人から見るとたまらないね。これなんかすっごい味が濃い。これ美味しそうだね。見て田楽だ。ツヤツヤ。もう画面が光ってるもん。画面が光ってる。うまそうすぎて。一緒に食べても美味しいね。早うよね。はい、社長がペロリと。この量すごいね。そう、これで見るとめっちゃ多い。すごい田楽食べたじゃん。お腹の中に吸い込まれていきましたね。これ16本だよ。16本食べきりましたね。すごくない？まあでも豆腐だからね、どんだけ食べてもね。レナの大好きなヘルシーだからね。レナ見て、後ろでまた田楽焼いてる。いや、ここ見て、デザートが来てるよ。あ、もうデザートに夢中です。そうだよ、それはそうだよ。これ何？これが豆乳抹茶プリンだよ。いい顔してますね。やっぱりデザートが一番だよ。あとこれテーマに合った感じでしょ。豆乳ね、お豆腐屋さんが作る豆乳抹茶プリン、めっちゃ美味しいよ。今店員さんに聞いたけど、ここね、お味噌と豆腐を自家製で作ってるんだって。やっぱりね、200年ぐらいの歴史があって。すごい。11代目だって。へえ。だからうまいんだ。すごいぜ。余裕言ってないでも全部食べてるよ。社長さん、土砂降りになってきました。雨が。残念。雨がすごいことになってます。でもレナは大雨の中でも食べ歩きをしたいから。さすが雨女社長。ここに入りたい、花森カフェスタンド。ここに揚げパンのいろんな種類があって、めっちゃ美味しそうだよ。シナモンの揚げパン、めちゃめちゃシナモンの香りするよ。田楽屋さんでさ、抹茶プリン食べてたよね。イエス。連続デザートですか。連続デザート。いよいよ。伊賀のお店、どの店もこう雰囲気がね、そう、めちゃくちゃいい。昔ながらの建物を改装して作ってる。を食べてる。美味しいよ。さすがに。はい。揚げパン美味しかったよ。うまかったね、揚げパン。うまかったよ。見てここ。他に花盛り揚げパン、はい、ちなみにね、この通りがね、本町通りって言って、いろんなお店がポツポツポツとあるから、探してみよう。まだ食おうとしてます、もしかして。まだ食おうとしてますよ。まだ食べようとしてますね、シャーテさん。見てるな、ここ。お祭りの蔵だね。だんじりだし祭りの蔵がここにある。ああ、大きな。いつやってんだろうね、季節は。その季節にまた来てもいいかもね。ここになんか美味しそうなお店があるよ。社長さんの足が止まりました。ということ、なんかお店があります、ここにね。ちょっと入ってみよう。何があるの。一生お店があったら一生食べ続けるぞ、この人。いやいや、今食べるって言ってないよ。見てみるって言ってたよ。あ、本当に。じゃあ食べないということでよろしいですね。それは言ってないよ。約束しました。それは言ってないよ。ちなみにね、ここの宮崎屋さん、漬物がめちゃくちゃ有名。めっちゃ美味しそうだよ。さっき話で聞いたけど、忍者も食べてたんだって昔。え、そうなの。見つけましたよ。見てこれ、たまり醤油のアイスクリームがある。食べようとしてます、もしかして。メイビー。ちなみにここにベーグルもあるけどね。美味しそうだね。ね、手に持ってます、はい、たまり醤油のアイスクリーム。いただきます。美味しい。あれ、キャラメルみたいな感じ。キャラメルを食べてるみたいな感じ。確かに美味しいよね。見てこれ、慶応元年から始まってる宮崎屋さん。これさ、裏に慶応はいつ。わからん。1865年だね。はい、美味しかったです。美味しかったね、ソフトクリーム。なんか本当にたまり醤油のソフトクリームはキャラメル塩と同じぐらい、もう全部終わりまで美味しく食べた。抜群に美味しかった、さっぱりしてて。そう、はい、今からはまだ雨降っております。もうちょっと食べ歩きをすると思いきや、今からホテルに行きます。今日はね、泊まりだからね。はい、ホテル行きましょうか。すぐ近くにある。レナ、右側もさ、すごい可愛くない？これね、建物自体。あ、ここで洋館売ってるよ。見てこの建物、皆さん、すごい昔ながらのさ、ずっと残して、和菓子屋、文化遺産みたいな感じだね。いろいろ美味しそうな。あ、食べ物に夢中になってる、この女の人。俺建物の紹介してるのに、この人食べ物の紹介してた、今。ね、気づきました。このレナ社長の頭の中、食べ物しかないらしい。違う。これが私たちの本日のホテルです。ニッポニアホテル。ニッポニアホテルです、はい。ということで、今日はこちらにお邪魔することになります。入りましょう。じゃあ、お邪魔します。雰囲気がいいな。なんか昔のね、蔵屋さんを改装して作ったホテルなんだって、うん、これ私たちの部屋、一番奥。これ全部離れみたいな作りになってるから、一家族一部屋のすごい素敵な宿です。入ってきてください、はい、レナすごいわ。
すごい広々してる。広々した感じはめっちゃいいよね。中庭とかなんか。ちょっと入りましょうか。入りましょう。すごっ、おしゃれ。おしゃれな、おしゃれな。広々としたリビング。もうほ、広っ。ほんと広いね。中庭もめっちゃ見て。しか開放感抜群よ。ここに座れるよ。濡れないよ。ここに座ったら濡れませんよ。あ、これ絵になるわ。でしょうね。このえ見て。これ。え ?3 センチ。3センチにつまずいてる、この人。もう年だね。いやー、おしゃれ、はい。ここがリビングだね。で、あっちにベッドが2個あって、で、ベッドの横の奥に、お風呂かな。あ、お風呂だね。見てこれ。うわ、広っ。うわ、ヒノキの香りがする。で、ここも開けられたらどれな。あ、こういう感じ。ここ開けるとお風呂が、え、完全に露天風呂になるじゃん。は、完璧じゃん。いや、これはめっちゃ楽しみだね。これすごいですね、社長さん。社長、社長。何？もう外が暗くなってきました。そうだよ。ご飯のお時間でございます。お腹ペコペコですか？ペコペコ。ということで、着きました。いいよね、ここ。めちゃくちゃ雰囲気すごいいいよ。社長さん、めちゃくちゃ雰囲気いいよ。今日のメニューは、シェフからの小さなおしみ。楽しみ？すごいメニュー。何しみ？お楽しみ。あ、よかった。イエス。ちゃんと漢字読めるようになってきた。読めない。で、カルパッチョ？いろいろ読めない。美味しそう。そんなメニューがたくさん出ます。だからあれだよね、伊賀、三重の食材を使ったフレンチ料理。イエス。あっちに中庭があってライトアップされてて、こっちは掛け軸があって。でも和の雰囲気で洋を食べる。そう、で洋の人が食べるというね。そうだよ、そうだよ。僕すごい出た、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 出た。はい、ということで、乾杯。忍者黒ビールと、そうだね、レナのカクテルで乾杯。はい、乾杯。美味しい、さっぱり。美味しい？うまっ、すごいフルーティーな。本当？黒ビールなのにフルーティーな感じ。あ、本当だ。香りがすごい立ってる。伊賀でしか飲めないんだってこれ。あ、すごい、あの味が濃い、ね、味が濃いね。来ました、シェフからの、シェフからのお楽しみ。これね、羊羹漬けが入ってる。その羊羹漬けをクリームチーズの大根巻き。めちゃくちゃおしゃれです。あ、おしゃれな味が分かりますか、いろんな食感があって、食感楽しむっていいよね、日本っぽいね。西田目来ました、社長さん。めっちゃおしゃれだよ。これね、カツオとカキ。めっちゃ高級な味がする。私でもわかる。あ、さすがにバカ舌の社長でもわかる、そうそうそう。次はうなぎ来ました。見て、白焼きとうまき。名古屋人でわかる？味の深さわかる？わかんないよ。パンチだけ、パンチだけ、パンチだけを評価する名古屋人が。そうだよ。大丈夫？もう出た。富士山。もう眉毛。うなぎが本当にもう。確かにうなぎ大好きだもんね。いい顔しますね、社長さん。あ、これめっちゃ美味しい。白焼き。ね、なんだ、日本料理の中で一番うなぎ好きだもんね。うん、もう何の料理の中でうなぎ好きなの。うん、眉。眉出た。イッシャン登場。まあイッシャンみたいな体型になってたしね。違いがあるよ。見て、すっごい美味しそうな伊勢海老来た。三重県と言ったら伊勢海老だからね。そうだよ。すっごい美味しそうなやつと。めっちゃ美味しそうだよ。あとはこっちは鮮魚、イサキ。イサキの料理。私はグレードアップした。レナさんだけグレードアップしました。たかがケチったから。おめでとうございます。社長の特権でございます。見て、え、うわ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 、美味しそう。伊勢海老まるっと出てきた。めっちゃ美味しそう。絶対美味しいね、これ。よかったね。でも一匹だよ。まあ、レナが伊勢海老大好きだからね。はい、次来たよ、料理。最後の料理。メインディッシュ来た。はい、これが伊賀牛。伊賀でしか出ないお肉。牛肉だって。そう。出回る量が少ないから、三重県内でほぼ消費しちゃうんだって。ということで、伊賀牛です。赤ワインソースだって。とろける。まあ、めっちゃ美味しいよ、これ。よく食べれますね。今日さ、ずっと朝から食べっぱなしだよ。動画見返したら分かると思うけど、幸せですね。幸せだよ。こんないっぱい食べれて、いいから最高。
締めのデザート来ました。一番大事なのがデザートが勝負するかどうか。これね、イチジクとエッグタルト、今めちゃめちゃ美味しそうだよ。あとはすごい有名な牛乳ジェラート、本当に美味しかったら満足するかどうかは、デザートが美味しいかどうかですからね。これで決まるよ。難しい人間ですよ、この人。そう、イチジクうまいかな、うん、うーん、富士山完成しました。皆さん今見ましたでしょうか。100点中150点。おすごいじゃん。満点突破したじゃん。そうだよ。本当にこのタルトがまだ温かいし、中は柔らかいけど上がブルーレになってて、ミルクのアイスはめちゃめちゃクリーミーで、でその上にイチジクも最高。イチジクはもうピンポイントで150点。すごいじゃん。150点叩き出しました。今日の食べ物のランキングの中で伊勢エビデザート。あ、伊勢海老が勝ってる。それ以外、さすがに伊勢海老優勝。さすがに伊勢海老優勝。うまかったもんね。めっちゃ美味しかった。ごちそうさまでした。美味しかったね、マジで。いや、もう全部美味しかった。いや、お腹いっぱいです。部屋に戻って湯船に入りたいです。じゃあお風呂に入ります。準備ができました、お風呂の。さよなら。さよなら。社長さん、気持ちよさそうにお風呂入ってますね。めっちゃ気持ちいいよ、これ。露天風呂でこの景色楽しめる。もうこれ開放感抜群だもんね。東大も、はあ、これでよく寝れそうだよ、今日。幸せですね。よく食べて、よく寝て。おはようございます。ぐっすり眠れましたか、社長さん。めっちゃよく寝た。朝食の時間です。ここはニッポニアホテルの受付とレストランがあるところ。昨日は暗かったから、ちょっともう一回この綺麗な中庭を見せたいなと思って。そうだね、見てこの雰囲気めっちゃよくない、これ。建物もとってもおしゃれ。いただきます。これが朝食で、このセット、伊賀の名産を使った料理がたくさん入ってる。ヘルシーな朝ごはんだね、だね。これめちゃめちゃ美味しそうだね。こんな感じです。はい。でご飯は釜飯、釜炊き。ツヤツヤだよ。伊賀牛のしぐれ煮って書いてある。これ郷土料理って言ってたよ。もう柔らかくてめっちゃ美味しい。朝からこんなに美味しいものを食べれて幸せ。旅行の醍醐味だね。うん、この味噌汁もめっちゃ美味しいよ。味深いね。そう。あ、分かります、社長さん。分かるよ。最後はヨーグルトとジャム。全然酸っぱくないな。ごちそうさまでした。はい、綺麗にいただきました。綺麗にいただきました。美味しくいただきました。綺麗に美味しく全部いただきましたね。はい、あ、これで1日エネルギーが頑張れますね。そうそうそう。はい、というわけで、はいはい、帰ります。はい、今10時40分。ここで本当にホテルゆっくりできたし、朝ごはんも美味しかったし。すごい美味しかった ね。この動画ほとんど食べてたと思うけどね。振り返ってみて、皆さん違うよ、もう一回振り返ってみて。しましたよ。上野城を見て、はいはい、忍者になって、はいはい、昼ごはん食べて、食べ歩きして、夜ごはん食べて、朝ごはん食べた。だよね。動画の 80% 食べてたよね。可能性はある。まあ旅行ってこうだからね。そうそうそう、私たちの旅行は特にそうだよね。その土地に行って美味しいものを食べて、ゆっくりホテルで休むっていうのが旅行ですもんね。はい、そうだよね。特に何の料理が美味しかった？いや、もう伊勢海老でしょ。出た、出ました。レナの大好きな伊勢海老。いや、もう大好きな伊勢海老だけど、この昨日その作り方めっちゃ美味しかった。ホテルの伊勢海老最高やったね。本当に最高だった。でもあれ、三重と言ったら伊勢海老のところあるからね。でしょでしょ。これ田楽うまかったよ。あ、田楽も昼ご飯、歴史あるレストランで味噌田楽ご飯とめちゃくちゃ美味しかった。本当にそうだよ。だから何食べても美味しかったわ。そうだよ。デザートの食べ歩きも美味しかったし最高でした。はい、というわけでこの動画はここで終わりにします。楽しかったならぜひいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でも会いましょう。バイバーイ。